ヘンドリク・ヤコブス・ショルテンは、オランダの画家、版画家である。風俗画や人物画を描いた。多くのオランダの美術団体に所属したが、デンハーグの美術家、グループ、プルクリスタジオのメンバーの一人でもあった。アムステルダムで生まれた。アムステルダムの王立芸術アカデミーでグレーフェに学んだ。1852年に王立芸術アカデミーの会員になった。 アムステルダムの美術団体、アルティア・アミセチや美術推進協会、セールカ組合の会員になり、デンハーグのプルクリ・スタジオやユトレヒトのシャイルダー、EN、ティカン・ジャヌーツ・チャップ・カンストリーフドの会員でもあった。18世紀の富豪、ピーター・テイラー・版で、フルストによって設立された、ハールレムのテイラース博物館の学芸員2872年に任じられ、 1904年に博物館にための美術品のコレクションの目録を出版するなどの貢献をした。17世紀の風俗画家、ピーテルデホーホの影響を受けて風俗画や室内画を描いた。書留店の作品はアムステルダム国立美術館やアムステルダム私立美術館などに収蔵されている。ありがとうございます。